こんにちは、政治 VTuber 永田まつりです。ジーソミア破棄を決定した韓国ですが、いわゆるホワイト国撤廃を撤回すれば、ジーソミア破棄を撤回するという、冷静に考えれば日本は何も得をしない韓国からの説明があったそうです。今回は韓国メディアのニュースと韓国国民の反応を見ていきますね。皆様、いつもコメントありがとうございます。それでは最後までご覧ください。それではニュースの詳細です。イナギョン首相が韓日軍事情報保護協定 GSOMIA と輸出規制の問題を一緒に解決しようと日本側に提案したが、安倍晋三首相が徴用問題の解決が最優先だとしてこれを拒否した。3日、 NHK と共同通信などの日本メディアによると、2日、韓国でイナギョン首相に会い、帰国した河村武雄日韓議員連盟幹事長前官房長官はこの日、安倍首相と首相官邸で会った。安倍首相は悪化した韓日関係を解くための先決課題として、韓国側が徴用訴訟問題の解決策を先に停止しなければならないという従来の主張を繰り返しながら、イナギョン首相の提案を事実上拒否した。それでは韓国国民の反応です。徴用問題解決に向けて日本は謝罪して賠償しろ、オールインワンで処理だ、プライドもないのか、日本と必死に戦って勝とう、約束を守らない文政権が事態を悪化させている、どうでしたか。違うルールや切り札を持ち出してでも勝って終わろうとする常識知らずの国ですね。そもそもジーソミア破棄も輸出優遇復帰も韓国にとって得しているので交渉になってないですよね。本日はご視聴いただきありがとうございました。ぜひぜひコメントください。チャンネル登録、高評価お願いいたします。また次回お会いいたしましょう。